はい、ゲームズコン現地からお送りしてますが、はい、うん、眩しい、まあ、シェム3ですね。あ、シェム3ですか、ついにいよいよ、はい、やってきました。やってきましたか。しかも僕だけじゃないというね、はい、そうですね、今回は今回は野口さんも初めてプレイしたということで、やってきましたよ、シェム大好きっ子のクラベとまあほぼ初めて、まあ、3自体も初めて、そうです、ね、野口さんと、はい、要するに、うん、初心者とファンの、ね、意見の違いとかもいろいろあるだろうということで、今回 E3 と同じビルドだけど、もう少しじっくりと時間があったの で、 そうです、ね、同じビルドをもう一回僕から紹介するよりはちょっとね、うん、新しい視点を加えた方が面白いということで、なるほど、でちょっとね、野口さんの感想に入る前に実はちょっと微妙にね、はい、あの前回と違うところもあって、まず時間がね15分だったのと45分になったという違いもあるんですけど、それ以外にね、あの難易度が変わったっていうのは明らかに実感しましたね。難易度っていうのはあのバトルの難易度ですね。あ、バトルか、なるほど。前野口さんと話した時って、はいはい、まあ、胴元を倒すというミッションなんですけど、はい、その最初レベル低い状態では絶対に勝てないって言ったじゃないですか。あ、言ってましたね。割とちょっと頑張ればいけそうなぐらいだったじゃない、はい、まあそんなに苦労した覚えないですね。野口さんも多分 HP 半分ぐらい削れたと思うけど、前やった時はねほとんどもう HP のあのゲージが 2,3 個減ったかどうかみたいな感じだったんで、そんな厳しかったんだ。実際本編ね難易度選択があるので、あ、そこをいじったのかもしれない。なるほど。でも僕昨日ユウさんにインタビューしてきたけど、やっぱり今その最後のその開発段階でいじってるのはやっぱ バトルの難易度調整なので、そこがまたいろいろと変わってるみたいですね、はい、あとは、明らかにねグラフィックスもちょっとあの良くなりましたね。そうなんですね。前回の E3 から、はいはいはい、特にキャラクターのテクスチャーだとか、うんうんうん、キャラクターのアニメーションだとかっていうのが結構改善されてたというか、別に前回も悪かったわけじゃないけど、はいはいはい、そこからさらに少し綺麗になって少し人間らしくなった印象が確実にあります、うんうんうん、じゃあ結構この2ヶ月の間でだいぶ、ね、変わっ、はい、こんなに変わるんだって。別にその本当に 見間違えるほどではないけど、うんうんうん、でも普通にちゃんと見れば気づくレベルでレベルだと思います。なるほど。実は何も変わってなかったなと言われてしまえば俺の前の想像だみたいな ね量とかももう少しさらにあの、うん、やっぱ細やかなあの表情、グラフィックスの表情になってたと思ってます、うんうんうん、あと一つちょっと残念な、はいはいはい、本当にシェムマニアの変更点ですけど、うんうん、このゲームっての醍醐味の一つはいろんなものとインタラクションを取るんだけど、インタラクションを取るのに必ずズームインするんですよね、はいはい、しますね、はい、ズームインの状態でいろんなものを見ていくんだけど、はいはいはい、あれなんか新しい UI というかカメラのフレームみたいなのが入ってきて、はい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 、まあ、四角フレームで真ん中に十字があるような、ね、とかにもあるんですけど、はいはいはい、一印象視点になると、うんうん、あれが入ってきちゃったの。あまりなかったんだ。なかったの。そのまま特に UI なく特にさあのこう一印象視点から世界をじっくり眺めたい時とかね、あれがあるとちょっと残念だし、はいはい、フォトモード的な意味でもさ、まあね、邪魔になるじゃん。なるほどなるほど。消せるかもしれないけど、はいはいはい、ちょっと体験版で消せるかどうか見てみたけど、うんうんうん、設定はいじれないようになったから、特になく、うん、いやあるんだけどなんか体験版ではいじれません。あ、なるほど、はいはいはい、だからそこは分かんないですけど、そこぜひオフできるように してくださいユウさん。クラベさんがユウさんに言えば多分 OK でと思いますよそんな簡単な話じゃないと思います、はいはいはい、まあ、それはさとき結構大まかな、はい、あの変更点がね、ええ、変更点がこんな感じということで、はい、うんうんうん、野口さん初めてプレイしていかがだったでしょうか。はい、僕今プレイしてきた感想で言うと結構楽しめました。で、あの僕は、シェム1をね、あのクラブさんに借りて、はい、ドリームキャスト版ね、ドリームキャスト版 やったことがあったんですよ、はい、で僕途中までしかプレイしなくて、うんうんうん、っていうのはその操作性の部分で今やるとちょっと辛くてあんまりちょっと手置いちゃったんですけど、はい、それを経ての3をやるとすごく操作性がいいなっていうのはまず実感しました。まず普通のカメラ操作ですね、まあ、右アナログスティックの、まあ、今では当たり前のものなんですけども、それのスムーズさとか、あとはその一人称視点になった時の挙動も非常にスムーズで、はいはい、なんか確かにそれが良くなったね。あの初代それは良くなりました。結構ぎこちないとか、なんか重いというか、とか押しっぱにしなきゃいけなくて、あ、押しっぱだったね、はいはい、それであの左にしかアナログがないから左で動かしていって、そう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 、何かのオブジェクトにフォーカスしてしまうと、はい、もうそこにフォーカスして他に行けなくなっちゃうとかっていう、あ、それで止まっちゃうのか、画面止まっちゃうというか、そこはね柔軟に本当に、はいはい、大まかにそのゲームプレイ の, その操作性の部分では
本当にあの今時なあのものになっていて、全然ストレスはあんま感じなかったですね、僕は。今時というか、やっぱその操作しやすくはなったけど、ああいう風にズームインしてオブジェクトを一個一個見るっていうのはあんまりないと思う。あのゲームプレイ自体は他にはないと思います。あれはもう本当にシェム独特で、一個一個見るのはすごい楽しかったですよ、僕は。い、ね、ちょっとあのこう売店みたいなところ見たりして、見ました見ました。俺が見落とした発見とかあったかな。どうだろう、なんかタンスが全部開けられるからさ、開けて、そのタンスを開ける楽しみは1から変わらずありました ね。 そうね、何が入ってるんだろうっていう。しかも結構、まあ、今回英語の使用だけど、一言こぼすよね。あ、そう、一言必ず何かあるんですよ、これがなんだみたいな。そう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 、ちゃんとコメントあるし、なんかちょっと気になったのは、そこでなんかストーリーの進行とかでそのアイテムが必要になったりしたら嬉しいなっていう、ね、そういう感じじゃない。そういう感じじゃないんだ。それは多分普通のゲームの考え方で、なるほどなるほど、シェムは、そういう意味ではリアルで、置いてあるだけ。置いてあるだけで得点、たまに得点のもので意味のあるものあるけど、あ、そうなんだ。あれ基本的に世界観をより豊富にするために存在してるんであって、あまり意味がないところがシェムファンから言わせてもらうといいところ。いいところなんですね、逆に。あれ一個一個ゲーム的に意味があったら、なんていうんですか、やっぱゲームって感じです。やっぱあれが一つの世界観を形作ってるところが、なるほどなるほど、いいなっていう感じが、ね、あります。結構ね、そういうなんか今言ったように、そういったあまり、ね、絡んでこないゲームシステムに絡んでこないものでもちゃんとグラフィック があって、そうそうそう、なんかこれ見よがしにこれ貴重なものなんじゃないかっていう気にさせるぐらいの造形がちゃんと一個一個あって、それこそあのレッドレッドリデンプション 2ぐらいちゃんと作り込んであるから、あの一個見るたんびに楽しいです ね、 特に商店とか、あと人の家とか、なんか厨房で料理してるおばあちゃんの姿とか、ね、結構見れるもんね。やっぱそこのディティールの細やかさは変わらずに、あれは唯一無二だと。まあ、確かにレッドレッドとか最近のゲームでようやくちょっとそれっぽいことをやり始めてるゲームは、あとそこでね、これもまたそのディテールの部分につながるとは思うんだけど、その NPC も同じようにディテールが施されてるというか、全て唯一無二であって、フルボイスで声かけられるっていう感じ。あ、そうですね、やっぱ一つのクエストを追うにしても、どうもとはどこだったかって言っても、いろんな人に話しかけられて、それぞれちょっと違った、違うリアクションでね。あの例えばあのちょっとこう子供の、あの女の子がいるんだけど、そんな女の子に聞くときとか聞き方が変わるもんよ。あ、そうですね、ちょっとあの女の子がこうやってクレヨンでなんか書いててしゃがんできて、君はこう知らないかいみたいな聞き方をするし、こう、ね、おばちゃんを相手にするともう少しこうなんていうこう引いた感じで聞いてきて、そうそう。逆になんか、あの道場とかを探すところがあるんだけど、その道場はどこだって聞いてるところってちょっとこうおばさんみたいなキャラクターが、あんた修行するの素敵だわねみたいなこと言ってきて、だけどあんまり修行しすぎるとシェンファーが心配するわよみたいな。で、リョウはちょっとこう恥ずかしがり屋だから、どうしてシェンファーの話に飛んだんだろうみたいなこうツッコミをちょっと言ってきて、そこは全部英語になってるから、ちょっと松風さんの声とはまた雰囲気が違うんだけど、そういうやり取りが結構やっぱり豊富にあって、そうですね、そこの本来 の、 そのシェンムーの楽しさがより幅広い表現楽しめるっていうのはいいですね。そうですね、この現代的グラフィックとかで操作性とか含めて、であと本当にガシャポンもあったし、相変わらずあの辺全然変わんない、変わんないに遊びがちゃんとあったりして、で、そうですね、一番大きな違いやっぱりアクションの部分ですかね。全然あのシステム違いますから、どう感じました？なんかまあちょっと遊んだ限りではそこまであんまり深いような部分はあんま感じれなかったけど、まあ何かしらコマンド技がありますよね、 ABB みたいな、まあ、結構表記が一応あって、まあ、オプションでもその技書を全部確認できて、それぞれ入力の方法があるんですけど、全部ねそのコマンドが原作と違うんですよ。あ、そうなんですね。完全にあの新しいシステムだしコマンドも違うので、でそこはやっぱりちょっと僕からしたらシンプル化されてて、あの原作の奥深さみたいなものは正直言ってないような気はしてるんですけど、昨日またねユウさんにインタビューして、ユウさんはクラベがそう言っても俺は自信があるんだみたいな、あの多分本編遊べばワンツーと同じぐらいかそれ以上に実は奥深いシステムだってことが徐々に分かると思うよみたいなことをおっしゃられたので、それがね今はそういう2、3回プレイして、
まだそこは実感できてないところではあるんだけど、まあね、今回そのレベル制が入ったので、あれをなんかカンフーレベルみたいなのがありましたけど、あれを上げていくとそういう奥深さが出てくるのかなっていう気はちょっとしましたけどね。それってさ、でもレベル上げていってまたバトルする、うん、現に今回さ最初勝てなくて、うんうんうん、レベル上げを道場でしてきました、再戦する、うん、はいはいはい、そのループがアダルトに加わったわけで、はいはい、それが実際に根本のバトルシステムと影響してるかどうかっていうと微妙なんですね。うん、そっか、まあ確かに。だけどあの技賞をこれからどんどんいろいろ入手して、うん、その技の数が増えていくっていう、その数が増えていけばいくほど、うん、もう、まあ、奥深さが出てくるのかもしれないし、まあ、あとね、多分野口さんも今日プレイして感じたと思うけど、うん、シェムってやっぱその雰囲気を味わうのが非常に大事な、はい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 、そうですね、結構そこ楽しんでもらえたら、そこ楽しみました、はい、特にと思うんだけど、うん、そういう意味でバトルもね、この間昨日か今日かやっと出たのが、はい、新しいトレーラーでいろんな場所でロケーションでバトルしてるので、ロケーションロケーションでバトルしてるとやっぱそのちょっと雰囲気が出てきて、そうですね、システム自体よりもなんか世界観をバトルを通して味わってる感じがして、最初はほらもう静かなハッカソンの道場で修行してたら、今度は長部という町の路地裏の闘技場で挑戦しててとかいいです、ね、そこがそうつながると、あの見た目的な面白さで、はい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 、今回の体験版もね、ハッカソンっていう、そうですね、あの村、はい、あそこは田舎村みたいな、終わりはね、あ、そのこれから行くんだっていうところで終わるんですよ。あ、そうなんですね。ハッカソン、ハッカソンっていうのはもう何回も我々は聞いてるし聞いてきてんだ、そこに向かって山道を歩いたわけですよ、そのどんな場所だろうっていうところで終わったので、そうなんだ、結構ファンにとってそこがすごい神秘的な場所で、はい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 、そこを歩けるっていうだけでもなんかもう確かに信じられない、信じられないね。そうそう、でその初めてプレイス野口さんとしてどんな風に映りました、ハッカソンはなんか武道が盛んな村って感じでした、ね、なんか子供までみんな一緒に武道の訓練したり、ね、そうそうそう、なんか木で組み立てられた棒の上に NPC が乗ってこうやってバランス取ったりみたいな、ね、なんか 村全体でそういう武術が流行してるのかなっていう、はいはい、うん、であとそのなんか寮がもう皆さんの顔見知りの状態だったんで、これ一応ゲームの2日目っていう設定で、うん、寮はそこに住むシェンファっていう女性と一緒に来て、はいはいはい、シェンファはそこ の村人で、あ、なるほど、シェンファと多分1回すでにそこ行ってるんだよ、はい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 、人によって話しかけると今日はシェンファと一緒じゃないのかそうでしたね、はい、あの一回多分軽く顔見知りだけど、実はシェンファ連れていくと反応が変わるらしいんだよね。あ、そうなんだ。そうなんです。確かに今回デモではシェンファいなくてね、リョウ一人で行動だったけど、そうなんです、シェンファ行った時もね、シェンファの家まで歩こうとするとね、行けなくなって、そう、行けなくなっちゃうから、結構あの狭いエリアだけど、うん、あれもっと広いらしくて、あ、もっと広いんだ、まあ、そんな広くないでしょ、だって現時点で結構いろいろとあのもう少し戻って探そうとか言って、はいはいはい、周り右を、そうですね、あれ結構ねいろいろ行けるらしいんで、はいはいはい、そう、いや結構さ密度濃いから割と狭いのかな、狭くしても遊んでる分には気にならない程度の狭さなのかなと思ったけど、あれより広いと思うと、はいはい、俺はオープンワールドは広さじゃないと思うんだよって言って、うんうんうん、俺は記者の中で展開するオープンワールドをどんなオープンワールドよりも本当の意味で広いものにしてやりたいみたいな、1個の電車の中で例えば1個1個の荷物を開けられたらどうなのかとか、はい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 、そういう思想だから、そうですね、完全に、はい、感じられました。例えばアドベンチャーゲームとかライフストレンジもそういう豊富な探索要素があるんだけど、うんうんうん、あれがオープンワールドの中でできるようなイメージで、ね、はいはいはい、それにしてはでもあの実は結構広いらしくて、まあ、野口さんに言っても分かんないみたいでしょうけど、うんうんうん、あの長部っていう次に行くエリアはシェム2と同じぐらい広いらしいので、シェム2はそうね、龍が如くのカムロ町の3倍ぐらいあるんじゃないかな、結構ありますね、あ、言い過ぎかな、2倍ぐらい、2倍でも2倍でも大きいですよ、かなり広い場所なので、そうそう、で結構ユウさんはコントラストに描きたいっていう話があって、うんうんうん、その狭いクローズドされたハッカソンっていうエリアでまずゲームに慣れてもらって、今度は大きな街に出る、なるほど、でここ今がちょっとチュートリアルじゃない、はいはいはい、15時間ぐらいかかるらしいから、はいはい、ハッカソンだけど、すごい濃さだな、その場所でそのシェンムの世界観とか雰囲気とか、はいはい、ゲームシステムに慣れてもらってから、ね、その遊びが長部でまたもうさらにあの奥深いものになっていく、もっと大きなサイクルでね、はいはいはい、はい、まあ、あと気になったのはいろいろアクティビティが増えたなっていう、特にトレーニングに関するものとか、あ、道場ね、あと他のミニゲームとかはね2とかで出てるんだけど、まあ、新しいものもいっぱいありますけど、ありますよね、その修行に関してはなかったんで、うん、そうですか、そうそうそう、あ、やっぱ、うん、
どうですか？あ、修行僕楽しかったです。あ、本当、まあ、なんか リズムゲーム感覚で遊べる、うんうんうん、で、まあ、割と簡単だし、そんなにだからレベル上げの要素あるって言ってもなんか苦労する心配ないかなっていうイメージは覚えましたね、まあ、時間かければ どうにでもなる感じはある、うんうん、1回がそんなに長くもないし、まあ、1個1個のミニゲーム、うん、そんなぶっちゃけて別に面白くはない、まあ、そうだね。特に牙立ちみたいなやつ、はい、魔法こうやって腰を落とす、はいはい、なんか腹心みたいな、ね、あれってとりあえずちょっと軽く A ボタン、はいはい、押しとけばなんかね真ん中にゲージがあって そのラインに反れないように量の姿勢を維持するっていうね。そうそうそう、最初だからなのかな、うん、すっげえ簡単じゃんもう少し多分ねレベル上がればレベル上がってくるのかもしれないですね、うんうんうん、でもやっぱそういうのを一個一個の出来よりもそれらが合わせてプレイヤーに伝えるその寮の修行だとか、はい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 、ハッカソンでの暮らしみたいなものが、そうですね、やっぱ重要だと思う、一個一個要素つながってなんか全体にその説得力はかなりありましたね、あるよね、やってて、はい、うん、こうやって強くなるんだっていう、そうそうそう、うん、しかしそれにしてもこんなにさ静かなっていうかこうあののどかな雰囲気のゲームあんまないよね。まあ今時珍しいというか、まあ見ないね、しかもオープニングでしょ。そうそ そうあれから始まるあそこから始まるってちょっと確かにね、うん、なんかもう全部終わった後みたいな静けさではあったからね。実際あの2で大きなバトルをして、あ、そっかそっか、あの結構あの大変なものを乗り越えた後にそこにたどり着くから、はいはい、じゃあ全然そこも結構コントラスト、うんうん、まあでも3からいきなり始める人にとってはすごいスローテンポでスタートする、ね、うん、スローライフが、うんうん、あ、そうですね、はいはいはい、確かにこうゆったりと流れる日常、うん、それも中国の不思議な田舎町の日常を体験するみたいな、ね、はいはいはい、ところですよね。あとあの寮のスタミナ、なんかご飯食べなきゃいけないっていう、あれは3初めてでしたっけ、ね、初めてでしたか、うん、どうする？まあ、正直この40分ぐらい体験じゃあんまり特に何も感じず、とりあえず減ったら食っとくみたいななんかそうだ、ね、サバイバル的なものでお金がない状態で旅することになってどっかちゃんと寄って食料とか調達してちゃんと計画的に旅行するみたいなラインがあればね、あの楽しいと思いますけど、実はこれも体験も前回違って、前回はね、うん、あんまイベントに何も入ってない状態のプレイだったからお金もあんまりなくて、はい、でバトルももっと難しかったから、はいはいはい、あの本当にまず金稼いで勝ってっていうね、今回結構最初からバナナとか、ね、あのニンニクの塊とか、そうそう、必要なものを全部揃ってた感じでしたからね、とりあえず食っときゃいい、うんうんうん、多分そこはこの間反省したと思う。15分であんだけ無茶なので、あ、確かに、なるほど、今回は時間もっとたっぷり取って、はいはいはい、難易度を下げて、うん、ということでもう少しその全体を味わえるようにしてるんだと思う。だけど結局はほらあのお金は何とでもなるからか、ギャンブル場の前でセーブしてあのその成功するまでさ一気にお金持ちになることができるから、そういう意味でその食べ物 そのゲームプレイが最終的に面白いものになるかどうかっていうよりも、うんうんうん、これもまた雰囲気で、あの長部とか町のいろんな屋台とかこのトレーラーにも出たけど、これはケイリの名物の果物よって渡されたりとか、はいはいはい、このお茶飲んでみなさいって言われて、うんうん、いろんなものがあってそれらを買ったりとか、その中国の飯をこう食べたりっていう世界観だと思うんだよね、うんうん、結局のところ、まあ確かにそうだね、多分食料の数はすごくありそうっていう印象を受けました。いや、すごいあるらしいよ、めちゃくちゃありそうだなっていう、そう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 、普通になんか野菜売り場みたいなところもありましたけど、そう、なんかあの無人商店、無人商店っていうかな、はいはいはい、あれも結構のどかでいいよ ね、あの雰囲気は良かったです。あれもね、日によってあの値段変わるらしい。あ、そうなんだ、そう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 、やっぱそう、日によって取れる取れないがあるからかな、まあそういうことなんですよねあとね、僕野口さんの画面横で見てたけど、はいはい、あのマジックウェザーであの野口さんの天気と俺の天候全然違った。あ、そうそうそう、僕急に雨降りだしちゃってね、結構大雨降ってたよね、うん、びしょびしょになっちゃった結構あのケイリンっていう地帯はあの結構大雨が激しくよく降るの。あ、そうなんですね。そうそうそう、で結構大雨はあの景色と合うんだよ、ケイリン。確かに雰囲気ちょっと幻想的な雰囲気には なりましたね。逆にあの俺はね、結構これもリアルタイムであの1日がだいたい1時間というのは原作と同じだけど、はいはいはい、なんか野口さんは雨のせい でかなりこうあの、霧もあって、あ、そう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 、夜になったの分かんなかったけど、分かんなかった俺の方は結構青空だったからどんどんこうあの暗くなってて黄昏が見えて、やっとこう日が沈んできた頃に終了時間が終わったんだけど、結構そういう意味であの マジックウェザーも正当に進化してる、そうですね、という感じはしましたね。まああのシェム1でもそうだったんですけど、はい、3でもその UI のデザインがあの非常にいいなと思って、あ、そうなんだ、あの寮 の メモ帳
開いてマップとか見たり目的を調べたりっていう部分でちゃんとなんかその直筆で書いたようなフォントだし、はいはいはい、でマップのそうでマップの絵もちゃんとそのなんだろうちょっとドローイングじゃないけど絵に描いたような鉛筆で描いたような感じだったからそこの雰囲気はあのさすがだなって思いましたね。あの BGM とかもあの辺全部同じだし、ね、あそうなんだ。あのメモ帳開いた時あ BGM で言うとね、前回の体験版と変わったりする曲。あそうなんだ。そうそう結構多分またそのどの曲をどこで入れるのかっていうのをいろいろ考えてると思うけど、あの昔の曲も出てきます。あそうなんですね。新しい曲もユウさんによると新しく入った曲、その新しいっていうのは昔作ったけど使わないまま終わった。あなるほど。曲が60曲ぐらい結構あるなあるらしくてそうそうだから結構多い普通のゲームと同じぐらい。60曲ってゲーム2本ぐらい作れるまあそうね、ぐらいですよねきっと。で当然昔の曲も、うん、はいはいはい入れてね、うんうんうん、ちょっとでもねやっぱファンとして若干違和感を覚えたりするのが、うん、シム1とか2で特定の場面とか特定のエリアで使われた曲が入ったりすると、はい、あれこれあのエリアの曲じゃんみたいな、なんか気持ちにちょっとなっちゃう。なるほど。なんとか村の曲が違うところで使われてたりするっていうことですかね。なるほどなるほど。そこはちょっと違和感があるけど、はい、はい、まだ言いたいことあったような気がするけどとりあえずこの辺にしておきます。ごめんしときます。わかりました、はいはい、ではご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。